私には妹がいる。だから子供の頃から姉妹で喧嘩すると必ず母から言われる言葉は決まってこれだ。ほら、お姉ちゃんなんだから。私にばかり我慢を強いるのが嫌で嫌で仕方なかった。妹はわがままで、私のものを平気で壊したり取ったり好き勝手していた。それでも姉妹で喧嘩になると怒られるのは決まって私。何してるの？お姉ちゃんなのに妹泣かせるってどういうことなの？だって私のもの勝手に壊して。ほら謝りなさい。お姉ちゃんなんだからちゃんとしなさい。私の言い分は何一つとして聞いてもらえず、いつも理不尽に叱られていた。しかも妹はとても容姿に恵まれていて、小さい頃から周りに将来はアイドルになると言われていたもんだから、物心つく頃には妹は立派な天狗になっていた。私は将来アイドルになるの。愛ちゃんならアイドルにだってモデルや女優にだってなれるわよ。そんな甘くねえっつーな。母も大好きな妹が周りからチヤホヤされるのを見てまんざらでもない様子。余計に母は妹だけをひいきするようになったことは言うまでもない。愛ちゃんは可愛いんだからすぐにだって人気出るわよ。オーディション番組だってほっとかないわよ。だからそんな甘くねえっつーの。妹が高校生の時にテレビでオーディション番組がやっていたので応募もしてたけど、一次審査に受かっただけで二次審査は落選。他のオーディションにも応募してたみたいだけど、どこも落選だったようだ。そりゃそうだ。身内からすれば可愛く見える程度なだけで、特別光るものがあるほどの可愛さとかじゃない。ま、そんな環境の中で育ってきた私なんだが、一番ショックだったのは高校入試での保護者面談の前日のことだった。明日の保護者面談さ。面談？あ、ごめん、明日コンサートだから行けないわ。母が友達から急にチケットを譲ってもらえたからと、グレイのコンサートに泊まりで行ってしまった。え？父は出張で留守だったし、思わず泣いてしまい、行かないで、お願いだから。だってプラチナチケットだもん、こっちのが優先でしょ。泣き顔ブスすぎてウケる。泣いてる私を見て笑っていた母と妹。あの顔は生涯忘れられない。私はそんな母や妹との関係を嫌い、仕事人間の父も味方になってもらえなかったことから、県外の大学に進学を希望し、そのまま就職し結婚した。子供が生まれてからも遠いことを理由にして滅多に帰省しなかった。そのうち実家の隣家が売りに出された時、そこを父親が買い取って土地をつなげて、古い家を建て替えて妹夫婦を住まわせるようになった。それからしばらくして父から、この実家の方はいずれお前に住んでもらうから。と言われたが、妹夫婦とお隣さんなんて嫌に決まっている。一方的に実家に住まわせようだなんて勘弁してくれ。いや無理です。バッサリ断ったらさらに関係は悪化したけど、その頃から夫と子供たちは一切実家に連れて行ってない。実家とは関わらないようにしてきた。それから数年経ち、父は急死した。相続は法定通りにしたのだが、こんな時だけ実家に戻って、もらうもんはもらうって厚かましいんですけど。は？あんたは親に家建ててもらってるでしょ？本当ならその分差し引きできるんだよ。実家に寄りつかないのは寄りつかない理由があるんです。久々に会った妹は相変わらず憎たらしい性格だった。こっちはこっちで言い返してやったけど、その後もねちねち憎たらしいことを言ってきた。やっぱり家族は好きになれないと思った私は、その時以降またしばらく会うことをやめた。そして先日、父の三回忌があったので帰省したら、母が癌でステージ4だと告白された。そして妹夫婦が離婚したことも知らされた。特に理由とかは興味なかったので聞かなかったけど、離婚に関してはなんかやっぱりねとしか思わなかった。あんな性格の妹と一緒に過ごせる人なんていないだろう。すると母が珍しく私に話しかけてきた。ナナコ。久々に母から名前で呼ばれた私は一瞬ドキッとした。何？私が死んだらもう子供たちだけなんだよ。だから仲良くしなさいよ。妹と孫のことはあんたがしっかり面倒を見てくんだよ。お姉ちゃんなんだから。出た、お姉ちゃんなんだから。この言葉を子供の頃にどんだけ浴びせられてきたか。
しかも理不尽に全てにおいてこの言葉でまとめようとしてきた母。そのことを思い出した私は瞬時に母に対しての悲しさも情もなくなった。悪いけど私を当てにしないで。あ？お母さんが死んだらもうここに戻ってくる理由もないし、二度と戻らないよ。何を言ってるの？お父さんもお母さんも私の言葉には何一つ耳を傾けてくれなかったくせに、今更何言ってんの？この実家はいらないから。だからもう縁も切らせてもらうよ。私は自分でもびっくりだが、今までのたまりにたまった怒りが収まらなかった。その勢いで近くにいた妹にも言ってやった。後からなんか都合悪くなったら言ってきそうだから、今のうちに言っておくけど、今後一切私を当てにしないでね。は？姉妹の縁も今日限りで切るから。やっとこの家族と縁を切れて、私的にはスカッとした。母が近い将来死ぬとしても、本当に何の感情にもならない。葬式ぐらいは言ってあげてもいいけど、死んだの確認するために。もっと早く縁を切ればよかったけど、もしかしたら、いつか優しい言葉をかけてくれるかもって思ってた。けど、それはなさそうだね。というか、絶対にないんだと分かった。でも幸い救いがある。夫の両親がとても私のことを可愛がってくれること。夫は一人っ子なので、女の子が欲しかったとか言って、本当によくしてくれるのだ。血は繋がってなくとも、本当の親のように甘えさせてくれてる。私の家庭事情にも首を突っ込まずに受け止めてくれる義両親は、本当に愛の塊だ。まあ、自分の両親と妹は散々だったけど、夫と気づく家族は絶対に幸せな家族にしたい。母さんが今度ナナコと買い物行きたいって言ってたよ。ほんと、後で LINE しとくね。夫の両親ともいつか一緒に住めたらなと思ってる。大人になって初めて家族を知ってから、すごく幸せだ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。